脳トレクイズ、文字の並べ替え。今回のテーマは、寿司ネタ。文字を並べ替えて、寿司ネタを答えてください。問題は、全部で8問です。それでは、スタート。第1問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。正解は、マグロ、アナゴ。第2問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。正解は、カツオ、ウナギ。第3問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。正解は、イクラ、アワビ。第4問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。正解は、ホタテ、サンマ。第5問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。
正解は、ヒラメ、卵。第6問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。正解は、サザエ、コハダ。第7問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。正解は、さよりイサキ。第8問。文字を並べ替えて、寿司ネタを2種類答えてください。正解は、ハマチ、イワシ。最後までご覧いただき、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。